深部クロロフィル極大は、ア表層クロロフィル極大とも呼ばれ、クロロフィル濃度が最大となる陸数や海洋中の水面下領域のことである。DCM は常に存在するわけではなく、水域を延直方向を見たときに、最大のクロロフィル濃度が再表層で、観察されるような場合では、DCM は存在しないと言える。しかしながら、 特に水温による水の熱清掃が起きやすい地域の陸水や海域においては DCM は広く一般的に観察され水添性体系を考える上での大きな特徴となっている DCM が成立する水深や DCM 層の厚さ、強度 DCM 層を構成する微生物性、お及び持続性は環境によって大きく異なる DCM は一般的に 水中の栄養素濃度が水深とともに大きく変化し始める層とよく一致することが知られている。DCM の一般的な観測では特定の深さの水の様々なパラメータを測定する水中機器である CTD ロゼットが使用される。DCM の場所と形成はそこに生息する生物の栄養ニーズや光の利用可能性など複数の要因によって異なる。 いくつかの生物は細胞のクロロフィル量を増やすことによって生育に必要な光レベルを下げるように適用しており、また他の生物では最適な栄養素と光レベルを求めて垂直方向に水中を移動するように適用している。DCM を構成する微生物種の構成は水の化学的性質や場所、季節性、推進等によって異なる。また、 海洋と故障とでは DCM に存在する生物種の構成に大きな違いがあり、各々の海洋間や故障間でも変動が見られる。DCM は地球上における生物基礎生産が行われる主要な環境の一つであるため、栄養循環やエネルギーの流れ、生物地球科学的循環において重要な役割を果たすと考えられている。随一水中の導電率、温度、 圧力を測定する CTD ロゼットのフィールド写真。また、中央下部のセンサーを取り巻くように、黒色で縦長の水サンプリング用にスキンボトルが複数取り付けられている。DCM は表層から数十メートル程度の水深に存在することが多い。そのため、再表層でのクロロフィル量の観測によく用いられる衛星リモートセンシング手法では、 DCM を直接観測することができない。このリモートセンシング手法を統計モデルと組み合わせることで DCM での基礎生産を推定する研究も行われてきているが、正確性については議論がある。DCM を測定する最も確実な手法は現地で水中機器を使用して塩分や養存栄養素、温度、圧力、 クロロフィル傾向などの様々なパラメーターを測定し DCM 層を推定することである。この際に収集された水サンプルはその環境中における植物プランクトンや微生物の細胞数の推移も使用できる。また、これらの測定値からクロロフィル濃度や植物プランクトンの倍を増すと生産性などを計算して見積もることができる。 DCM の基礎生産を推定する別の方法は、その研究の対象となる水域や海域においてる空間的な 3D モデルを作成し、DCM 形成のシミュレーションを行うことである。ただしこの手法の実施には、事前に十分な流体力学的及び生物地球科学的データが蓄積されていることが必要となる。DCM が最初に発見されて以来、 その成因を説明するために様々な理論が提唱されてきた。フィールド研究により DCM が形成される推進は主に光の減水レベルと栄養素の深さに依存することが分かっているが同時に熱清掃も重要な役割を果たすことも知られている。湖では DCM 層の厚さは主に湖のサイズと最大深度によって制御される。DCM は ニュートリックラインの近辺であり、有効層の最下部となる推進で形成される。DCM での植物プランクトンの成長は、栄養素と光の利用可能性の両方によって制限されるため、栄養素の量を増やしたり光の利用可能性を増やすことで、植物プランクトンの成長率が上がる可能性がある。DCM の形成推進は、季節によって大きく変化する場合がある。 例えば地中海では DCM は熱清掃が引き起こされる夏季にはよく観察されるが表層から深層に至る水の混合が引き起こされる冬季には稀である。ただし光の制限や混合による戦争での栄養素の利用可能性の高さのため冬から春先にかけては戦争で DCM が存在することがある。 一方で夏から初秋にかけては、表層水中の栄養素が一時生産者によって消費し尽くされて枯渇し、またより強い太陽光の照度のため、光がより深い水深まで浸透できるようになるため、DCM はより深層に移動する可能性がある。DCM の形成は、多くの生物学的プロセスと相関しており、その環境で生息している。 重属栄養細菌の栄養循環に影響を及ぼし、特定の植物プランクトンの蘇生に影響を与えることが知られている。光レベルへの適応図に、延直方向でのクロロフィル傾向レベルの変化の例。この場合、水深6メートル付近にクロロフィル極大が存在していることがわかる。DCM 層に存在する植物プランクトンの多くは成長に 十分な日光を必要とする。そのため DCM は一般にアリ密層において観察される。このことから水中での光減衰係数から DCM の振動を高い精度で予測することが可能である。ただし植物プランクトンが低焦度環境に適応していた場合 DCM は無光層に配置される場合もある。DCM でクロロフィル濃度が高いのは 低焦度条件での機能に適応した植物プランクトンの数が多いためである。低焦度条件に適応するために一部の植物プランクトン集団では細胞あたりのクロロフィル数を増加させていることが判明しており、このことは DCM の形成に大きく寄与している。また、全体的な細胞数の増加だけではなく、季節的な光の制限や太陽光の焦度レベルの低下によって、 個々の細胞のクロロフィル含有量が上昇する例も知られている。混合層の内部では深さが増すにつれて植物プランクトンは光エネルギーを取り込むためにより多量のクロロフィル色素を保持する必要が高まり植物プランクトン中のクロロフィル濃度が高くなる。そのためクロロフィル濃度の極大を示す DCM はその水中におけるバイオマス最大層と一致するとは限らない。 さらに、混合層の戦争と比較して、DCM は栄養素濃度が高く死亡率が低いため、植物プランクトン細胞の生産がさらに促進される。垂直移動植物プランクトンが必要とする資源は多様であり、各植物プランクトンが各々の生育に最も最適な環境を目指して、水中を延直方向に移動することで、DCM は確立していく。具体的には、 栄養素や利用可能な光などの要因に応じて一部の植物プランクトン種は生理学的要件を満たすように意図的に異なる深さへと移動していく。ある種の形相やシアノーバクテリアなどの植物プランクトンでは水中を移動するために浮力を調節する能力を持っている。また、渦弁網ウモ,モなどの他の種は弁網を使用して目的の深さまで泳ぐ。 このような植物プランクトンの意図的な移動によって、特定の深度での植物プランクトン群集の割合が大きくなり、DCM 層の形成につながっている。ただし、一般に、これらの種はサイズが大きく、品栄養な水域においてはそれほど多くは見られないため、このような生理学的側面は、品栄養水中における DCM 形成にはあまり寄与していないと考えられている。 湖では DCM の厚さは湖のサイズと性の相関を示すことが知られている。ただし、個々の湖で環境特性は大きく変わってくることから、様々な種類の湖において包括的に DCM 振動を予測できるような光と温度の一般則は知られていない。DCM に存在する微生物の素性は地理的な場所、季節、深さによって大きく異なる。 例えば保有している補助色素の違いのため、深度によって植物プランクトンの種が変化する。一部の植物プランクトン種は光の透過が少ないそうであっても、特定の波長の光から光エネルギーを収集するように適応した補助色素を持っている。光エネルギーの収集を最適化するために、植物プランクトンは特定の深さに移動して様々な波長の可視光にアクセスする。 表水槽と DCM の間の植物プランクトン組成の違いは様々な水域において広く観察されている。具体的には DCM では弁網を持つ生物種やクリプトモがより多く観察される傾向があるが表水槽では中心類系層の存在量が多い傾向がある。地中海の海域を対象とした研究では北西部で存在する。 最も豊富な植物プランクトンは、遠赤も、弁毛虫、渦弁毛虫である。南東部でも、構成種は同様で、遠赤もや単細胞生物が、DCM の植物プランクトン群集の大部分を占めていることが報告されている。インド洋を対象とした研究では、DCM に存在する最も豊富な微生物は、原核緑層などのシアノバクテリアや、遠赤も、 ウズベんモウモ、軽装であると報告されている。北海では、ウズベんモウモが密度薬草以下の DCM に存在する主要な植物プランクトン種である。そして、DCM のより浅い部分からは、ウズベんモウモとより小さなナノベンモウムシが検出されている。スペリオルコスペリオルコは、世界最大の淡水湖の一つであり、夏には、 水面下約20から35メートル付近に DCM が観察される。表水槽と DCM は隣接しているが、それぞれの層に生息する生物種の構成はほぼ完全に異なっている。具体的には表水槽と比較して DCM では中心形相が少なく、上形相、クリプトモ、及びウズベンモウモが多く存在している。さらに、 これら二つの層の最も重要な違いはサイクロテラコンタの存在量である。これは DCM ではほとんど発生しない。表水層のものと比較して DCM コミュニティではよりベンモウムシの存在量が多い。ベンモウムシは有泳性であり、それがこの生物にとって望ましい深さに居続けることができる理由だと考えられている。 DCM 生成のもう一つの要因は栄養素の利用可能性である。DCM は表水素よりもリンに対する粒子状有機炭素の比率が低いことが分かっている。リンは成長の制限要因の一つであり、特に水温薬素が形成される時期のスペゲオルコではこの傾向が顕著であるため、この現象 POC、P 比が小さいは DCM の植物プランクトンは 表水槽に比べてリンに富んでいることを示唆している。すなわち、DCM ではリンの利用可能性が高いことが表水槽と比較して光の量が少ないにもかかわらず多くの植物プランクトンが DCM を好むようになった可能性がある。一方で DCM での光の利用可能性が低いことは POC、P 比が低いのは 栄養素濃度の増加ではなく光の制限によるものだとする論拠になるかもしれない。他ホ湖通常、DCM は約30から40メートルに存在する水温や層のすぐ下に位置するが、アメリカ合衆国ネバダ州に位置する他ホ護では、DCM は水面下約90から110メートルという通常よりもはるかに深層に出現する。 タホコは品栄養水域と同様のクロロフィル勾配を示し、DCM の深さは季節で変動する。特に春から夏にかけて、タホコの植物プランクトン群集は大きく変化していく。春の間、DCM は小酸薬草の上面と一致し、ケイソーサイクロテラストリアタと、黄金色のジノブリオンバーバリカムが繁殖するための栄養豊富な水槽を作り出す。夏の間、 DCM は深まり、DCM 層内の生産性は、ほぼ完全に光に依存するようになる。海洋で見られるクロロフィル構造と同様に、DCM は非常に流動的で変化しやすく、春にはほとんど存在しなかった、特定の植物プランクトン種が優勢になり始める。タホ護の表水槽と DCM の間の植物プランクトン群集は、 微生物の細胞サイズという面でも大きく異なっている。どちらの層でも形相が豊富に存在するが、表水層では、サイクロテラステリジェラ、シニドララジアンズなどの小さな形相が大部分を占めるのに対し、DCM では、シーオケラータ、ステフェノジスカスアルパイナス、フラジャレリアクロチネンシスといった大きな形相が支配的になっている。 北パタゴニアのアンデス地域の湖パタゴニア北部のアンデス山無地域に分布する湖は大きな深い湖と小さな浅い湖の2種類に分けることができる。これらの湖は同じ地域にあるものの異なる環境条件を示し DCM における種の蘇性も異なることが知られている。大きな深い湖は超品栄養であり DOC と栄養素が少なく 水質も非常に透明である。そして、浅い湖でよく見られる、均一な水温プロファイルとは異なり、深い湖は春の終わりから夏にかけて強い水温清掃が作られる。二種の湖の間では、光の減衰係数も異なっており、透明で深い湖では低くなり、すなわちより多くの光を透過させることができる。そのため、 二つの湖タイプにおける DCM コミュニティの違いは、好条件が大きな要因であると考えられている。浅い湖は、深い湖よりも溶解した黄色粒子の濃度が高く、そのため、深い湖では、最大吸収波長は主にスペクトルの赤の端にあるのに対し、浅い湖では赤に加えて、緑と青の吸収波長が示された。 大きな深い湖の DCM 領域では、混合栄養専門虫オフリジウムナウマンギが優勢であることが報告されている。この生物の光合成能力は内部共生もクロレラに由来しており、特に劣悪な光条件環境においてより優位になることができる。また、この専門虫は不足する栄養素を捕食栄養により外部から獲得することもできる。 浅い湖ではおそらく植物プランクトンとの競争や水の乱流の強さのためにオーナウマンニがほとんど存在しない。DCM は地球表層における一時生産の多くを行う場となっており栄養循環において重要な生態学的役割を果たしている。特に北海や地中海などの品栄養水域では 植物プランクトンによる一時生産の半分以上が DCM で行われており重要な水槽となっている。DCM における高い一時生産率は水の混合による栄養循環の観点からも重要である。また一方で DCM は栄養需要薬層と同じ深さで形成されるため DCM 内の植物プランクトンは深海からやってくる栄養素にもアクセスすることができる。 そのため、DCM の植物プランクトンは、栄養素を水柱で循環させ、混合層の従属栄養生物に栄養素を供給する役割を果たしている、と考えることができる。DCM は一時生産の基礎となる場であるため、水権で捕食者、被食者の相互作用やエネルギーとバイオマスの流れ、生物地球科学的循環などの多くの観点と密接に関連している。 重属栄養生物は DCM で植物プランクトンを消費し、それらの生物が排出する廃棄物は深層に沈んでいくため、水中における有機物の多くは DCM において生産されているとみなすことができる。水中において DCM は大量の一次生産者が生息している特別な水槽であり、この一次生産者は二次生産者にとって重要な食料源となっている。 そのため、明瞭な DCM が存在することは、従属栄養生物が植物プランクトンを見つけて捕食することを容易にするため、あらゆる栄養段階を通じて、エネルギー移動の速度向上につながりうる。ありがとうございます。